現在5500点差日向と水原ですから、まあ秋選手に打ち上げるよりは高そうな秋選手に打ち上げるよりはいいだろうと。なるほど、まあ、大抵追っかけリーチっていうのは自信がある人ですよ ねという判断でしたね。はい、渋川さん赤で決着つきませんでした。確かにそんなことばっかり言ってるからねいや楽しませどれが、ね、はい、いい選択かの精査を怠ってましたよね。ワクワクさせていただきましたよ。さあ、ハクポン積極的に仕掛けた高宮です。ドラグの赤があるんですね。高宮選手は、はい、マンガン積もると秋選手まくるんですよ。そうですね。でハクの1なきを2巡目にして、これが1000点なことないじゃないですか。と思います。つまりマンガの種が絶対できたポンなので、うん、秋選手はもう泣かせたくもない。確かに。ただ秋選手自身もっと上狙いたくないですか。いや狙いたいんです。だからそこの葛藤が始まりますよね。そこの葛藤が、はい、秋選手の中で今2人が争ってるんですね。そう、ただもうこの1泣きのハクは絶対打点できてるんで、はい、漫画の種は絶対あるから、うーん、打ちたくないぞっていう秋選手と、まあ、打ちたくないもっと上がりたいっていう秋選手と、そう、泣かせたくない、泣かせたくない、そう、うん、進ませたくない。でしかも、はい、高見選手の捨て牌見ると本一じゃないじゃないですか。シャーペー9ピン9層と自敗から切ってますもんね、はい、本一に頼らない漫画なんてもう赤とかドラじゃんと。だからこういう手を想像できますよね。ドラさん赤になりました。ハクをポンしている高宮です。高宮選手はこれ何重ねてポンすると羽間になる。そう、羽間誰からでも OK。 なるほど、となるんでちょっと迷ってますね。そうですね、うん、宮原選手は漫画打てないんですけど、簡単に言うと高宮選手漫画だと私から上がんないでしょという読みがあるわけですね。そうですね、高宮選手が水原選手から漫画上がっても4着変わらずですから、はい、4着変わらずの8000はあんまり上がらないじゃないですか。積もるか直撃でいいんで、うん、だから水原選手は羽根間に打たなきゃいいんで、はい、結構自由に打てます。なるほど、漫画8000点は8ポイント、4着から3着に順位が変わると20ポイント入りますから、はい、そこはやっぱり着順アップを目指してるんでしょって見積もれるわけですね。そうですね、簡単に言うと8000上がると8ポイントだけど、漫画積もると28ポイントと。28ポイント、そう、大きいですね。そう考えると ね、まあ、終盤なのともかく最初の方で上がることはほとんどないですよね、はい、まあ、早々にハクをポンする選択をしましたから、あれこれ高宮選手の急所の3は今なんですか。秋選手あんこにしましたねそうですね。そして高宮選手ができれば重ねたいと思っている難は秋選手が統一。水原いい形になってきました、はい、そして日向はというと水原に対して5500点、1300、2600、もしくは満貫で上がりか、はい、手材ではありますね。そうですね、なんかこちらに3枚、これはローマン行くか。さすがに、いや、お互いの必要なパイのありかを見ると秋選手が有利に見えますよ。いやだってローマン切ると地位できるんですけど、換算は待ちなんですよ、はい、もう秋選手が固め持ってます、勝ちみたいな。ただこれローマンめちゃくちゃ泣かれそうですよね、自分から見ると。ローワン切ると勝ちですけど、こんなに持ってるサブロー9万打てますかっていう。そう、まさか2回も必要とは思わないじゃないですか。確かに、これ1回だけ必要だとしたらローワンさえ絞れば、うわすごい、絞った、秋ローワン打たない、これ1回絞ればもうローワンくっつけ直せばいけるでしょと、うんうん、あなたの欲しいのはこのサブロー9万の筋でしょということですよね。実際そうなんですけれども、素晴らしい読みですねこれは。いやー、これね、ローワンをギリギリまで抑え切った秋選手上がれれば、秋選手からしたら最近ですよ、はい、スーピンローピンも泣かれそうなんですけど、ベタ折りするにはやっぱもったいない点差という判断。 うわ、換算ワン急所なくなった、解消されましたか。3ワンがでもよく見えてますね。1枚切れでリャンワン、スーワンいっぱい見えてるのにウーワンも出てないんで。ではチーワン切りますか。チーワンかリャンゾー、形だけだとリャンワンを切りたいんですけど、 お形で選ぶか、良さを捨てるけど3ワンがいいんですよね。悩ましい、あ、決めた。いやー、高宮リャンマン切りの選択になりました。実際3ワンは山に0枚です。これで上がり出てきましたね。水原リャン面2つのイーシャン点、あ、さあ日向も1326か8000で上がりを狙いたい。とりあえずカンウーピン残すとリーチイペーコ赤なんで積もると絶対逆転、うんうん、ただウーピー1枚切れ、うーん、カンロスを残すとカンロスから入るとリーチピンフ赤で積もると OK、はい、ただ6キワから入るとリーズも赤だと積もって裏条件、裏条件になりますね。なんかウースを切るのが自然な気がしますが、ただカンロスとカンウーピンは1枚差じゃなくて2枚差もあると。確かに、うん、難しかったですけど、ここはウースを切りを選択です、はい、いやこれは分からなくなってきましたね。分からないですね。高宮選手としてはソースの方にくっつけばかなり勝機ありという感じですか。まあ、マンズの上くっついてもいいんじゃないですか。いいですか、6、9万とかでも、6、9万とかでもいいんじゃないですか。全然リャンソーにボンの声をかけます、はい、さあこれで高宮ハクドラさん赤リャンウーソー待ちの天敗。これはもう渋々取ったというか、これは多分すぐは上がらないんですけど、はい、まあ、終盤とかになると上がるかもしれない。いやでもすぐでも
いやでもこのリャンス8000上がってラスはちょっと嫌ですね。山にはリャンスウソ1枚ずつ、水原が顔を歪めるね。先ほど満貫だったら私からは上がらないんじゃないかな。そう今そのあるんですよ、ずっと。でも跳ね満かもしれないのと満貫でももしかしたら上がるかもしれないじゃないですか。跳ね満だったら喜んでロンって言われるし、満貫だとしてももう妥協してロンって言われるかもしれない、はい、もう5ポイント、8ポイントもらうか。難しいですね。でこれは高見選手に聞いてみないと分かんないんですよ。ちょっと漫画だと、ね、答えてくれればいいですけど、漫画だと見逃すかどうかだけ教えてくれませんかと。羽間はこっちでケアするんでちゃんと、はい、そこは推理しないといけない。高宮の考えがどっちなのか。で結構終盤じゃないですか、はい、流局するぐらいのもう8ポイントもらって終わろうっていう考えもあるんです、十分ありますよ。できたぞ、っていう間に日向が両ピン切りで両ピン待ち、両ピン出ても OK、 どっちもな、どっちでも OK。 そうですね、現状リーチピンフ赤、リャンピンの方ならイベーコがついて出上がり文句なし。リーボ出たら高宮選手誰からでも OK です。8000OK になりました。だから水原選手が高宮選手の、あ、日向選手のゲームとウソを切るとロンです、ね、そうロンできるようになった、はい、いや高宮選手これでリャンウソ出たら、これ秋選手が今ウソ打つもワンチャンありますね。日向のリーチを受けてこの手牌です。現在一発目、はい、ウソ打つも、でもウソ打つぐらいなら打つかな。現物嘘のみ。秋選手8000打っても3着なんですよ、とりあえず。はい、日向に打つ分には大丈夫だから。高宮が8000上がるともうダメ、パーピン押すかもしれない。高宮選手の現物かつ、なるほど、日向に打つなら8000まで大丈夫という判断、あ、それ正確、押した押した、正確な判断です。高宮選手はもう降りれない、絶対降りれない、はい、いやこれもう降りたくなって嘘切ってもおかしくなかったかもしれないですが、はい、いやこれ三沢選手ね、チーソー、これ今度8000ロって言われるか怖いけど、ね、恐る恐る。いや秋選手正確、秋選手お撃にすると今度は8000打てなくなるんで、テンパった。ちょローマンはまずい、高め選手にまずい。そうですね、そうですね、高め選手には通る。いやこれ分からない、分からない、分からない。これ水原選手がテンパイするもある、はい、どこから出ても文句なしの日向の両ピン山には1枚、ウーピンだと文句はあるけど上がらざるを得ない、文句はあるけどウーピン2枚ですね、ウーピン、あーじゃあ文句ある方があるんです。あーでも押せない、これは押せない、押せない。いや先ほどねローマン切ってればっていうのがありますけど、トイトイ、いやしなくてもいいんですよ。でももう8000で3着に上がるというところはありますけど、はい、ここは冷静に、ね、いいですね、しなくていい、はい、日向の現物で待った方がやはり、ちょっと待って、ウッパン、今乗ったさん、そうウッパンは役ある振り点でもない、すごいすごい、水原もテンパイ、誰が上がってもおかしくない、3人テンパイ、そしてどこが上がってもなんか着順がかりそう、リャンゾー、誰これ止めれるか、これ止めれないでしょ、リャンゾーポンド、リャンウソ想像しづらい、出ました、これは止めづらい。高宮最終局で着順アップ、白ドラさん赤、8000点の上がりでゲームが終了、そして EX 風林火山2回度秋に初の土がつくというゲームになりました。